もう一つ、今日田中角栄の命日なんですね。その宿敵田中角栄と、それからもう一つ、まあ、今ですと長期政権になるであろう安倍総理に政治家として、何を言い残すかってことを教えてください。何どういうことを最後に言い置いておきたいか。いや、安倍総理にですね。まあ、安倍さんにはやっぱり少子貫徹してもらいたいね。やっぱり角さんっていうのはね、私はね、非常に懐かしい人なんですよね。ずいぶんあの人に反目してね、あの金権打倒でやりましたがね、ああいうそのバルザク的な人物ってのは日本にいなくなったね。どういうことですか、バルザク的な人物って。やっぱり中性的な人間でしょうね。中性的、中性ね。私はね、角さんに非常に申し訳ないと思ったのはね、金権費用を批判してね、まあ、それがきっかけになってね、田中内閣が倒れた。と、いうのは、具体的に言うと、小玉、私がね、君、国売りたもことなかれっていう論文書いて、私は告訴されたんです、田中に。その後、それに答えて、小玉隆史君がね、金権批判の論文書いた。同時にね、講談社の現代っていう雑誌がね、小玉豊って人の書いたね、寂しき越山会の女王っていうね、田中さんのその愛人の要するに田中における権限の問題を書いた。それでね、これがね、まあ、田中さんのプライバシーに触れる問題だったんですけどね。それでどういうわけじゃんけど、それ大騒ぎになってね、参議院でその佐藤亜紀さんをね、参考人で呼ぶということを決めちゃったんです、バカな話で。それでね、亜紀さんのね、お嬢さんがね、これ私聞いたらね、その亜紀さんが角さんの元に来られる時の連れ子だっていう話だったの。ところがね、最近出たね、文藝春秋のね、田中角栄の恋文っていうのを読むとね、これ実質だったんですね。僕はこれはね、本当にね、それをしてちょっと愕然としたんですがね、それやっぱりね、その自分のお母さんと角さんの関係がね、その表沙汰になってね、しかもその参考人の問題が出てきた時にね、そのお嬢さんがね、自殺未遂をしたってことはね、非常に痛ましいし、僕はね、その時とっても自分の要するにやったことに責任感じました。これ本当にその申し訳ないと思います。まあそんなこともありましたな。しかし角栄って人物は素晴らしかったね。あんな面白い人いなかったね。私はね、最初の参議院の選挙の時にね、まあ、高速増殖炉の問題を踏まえて、ね、日本はね、その NPT に入っちゃいけないって、ね、演説やったんだけど、同時にね、若い仲間と一緒にね、選挙権をね、18歳に下げようってキャンペーンやったんで、まあ、当選した後はね、仲間をもう一回東京に集めてね、選挙権はね、その18歳に下げようってことのね、会合をやるために自民党のそのホールを貸してくれと、申し込みに行きました。幹事長は田中角さんで、角さんが君に何に使うんだそれをって言うから、いや、あの選挙権18歳に下げるキャンペーンだったら、バカなことだ、バカなこと、何バカなこと言ってんだお前、選挙権25歳で、25歳で、頭冷やせバカって言われてね、私はね、後になって、あ、本当にその通りだなと思って。二十歳の誕生日にね、成人式に親連れてこなくちゃいけない連中たちが多い時代にね、18歳まで選挙権さえ間違いだね、私は絶対反対だろう。角さんの言うと25歳で十分ですよ。あれ、石原さんね、角さんの話出たんでお聞きしますけども、ロッキード事件っていうのは、背景に核不戦争があったんですか、それともやっぱアメリカの謀略なんですか、それどうご覧になったんですか。さあ、これはもっと付随したいろんな事件がありました。 P3C の問題とかね、こういったものが何で消滅したかってことが面白いんですがね、ただね、私はね、その角さんがやっぱり日本のエネルギー問題でね、ウラニウムの取得というものをね、アメリカルートじゃなしに自分で開発しようということで動き出した。これやっぱりアメリカの角さんはね、アメリカの虎の尾を踏んだと思いますね。私はそこでね、アメリカが動いた。しかもそのね、ロッキード裁判ってのはむちゃくちゃな裁判でね、私はね、まあ、今でもおそらく、まあ、その国会議員だった人間の中でも有楽町のすぐそばにある外人記者クラブのメンバーですけどね、昔は古いしたたかなアメリカの記者がたくさんいましてね、
いろんな話を私にこうコンフィデンシャルに伝えてくれたんですけども、その連中にそのロッキード裁判の話をすると、彼は信じませんでしたな。アメリカの刑法を日本に持ち込んできて、向こうでやった免責証言であるものがね、日本の要するに裁判で使われて、しかもね、それに対する日本側の反対尋問が許されない、こんなね、でたらめな暗黒裁判ありませんよ。あの時やっぱり日本の検察もやっぱりアメリカの圧力をしたんですね。